大平八幡神社は、宮城県黒川郡大平村にある神社である。旧社格は孫社。法内風土記によれば、大平八幡神社は、天文十三年宮城県黒川郡主宅座を、治めていた、黒川啓子の自死である寺武、大介総氏が、塩郎官を築城し、本丸内の鎮守として、八和田大臣を勘定し、天正十八年、豊臣秀吉の欧州市沖により、 塩老館が落城したため現在の社地に遷座されたと伝えられている。昭和57年7月発行の大平村村市には、大平村出身の布施先蔵市著書に、1772年の別当三明院集房の時より1780年の間、無重となり、ご身体は地主である横橋中座郎が40年余り保管し、 分政元年両閣院程との三病院小禅が再興し、ご身体を復旧した。と記載されている。その訳を史実に記載されていないが、社家の記録によれば、当時大地震、伝染病、飢饉等が発生したために餓死する人々を救い、沈めるため、京都、熊野、伊勢参りに出発したが、旅の途中で伝染病を患い寄与したとの記録がある。また、 戸田長五郎貞汰高が、大平村埋めた地区にあったお寺を、現在の総統総称源氏の地に再興する、養三明院正元に命じられ、新井寺の名称を三明院正源同士の名前に、ちなみ、正源氏という、名付けられたと伝わる。また、八幡神社の跡地に、正源氏を建立したとも伝わる。明治2年12月明治政府外事局御役所に、 第十二代本山流主元三病院元館のナコ、三病院元英が、新職に頑丈届けをし、桜木元誠となを改め初代の官主となる。明治六年三月、大平八幡神社は、大栗の大売やわた神社と同じく尊社に列せられ、明治十一年に、大平村と大栗村の連合村が発足し、さらに明治十七年に、 与村の連合村が成立した時より、連合村の孫社に列せられ現在に至る。明治41年12月21日に、旧大平村の旧社が合資され、現在に至っている。ありがとうございます。